初代ニューカッスル=アポン=タイン公爵及び、初代ニューカッスル=アンダー=ライン公爵、トマス・ペラム・ホリスは、イギリスの政治家、貴族。ホイッグ党に所属し、ロバート・ウォルポールや、弟、ヘンリー・ペラムの政権の閣僚を務めた後、2期にわたって首相を務めた。首相在任中は、フレンチ・インディアン戦争や7年戦争などフランスとの戦争に追われた。第一次内閣は、庶民院における支持基盤が弱かったため、短期間で辞職に追い込まれた。第二次内閣は、大ピットと組むことで、庶民院の支持基盤を確立していたが、国王ジョージ3世の重臣ビュート伯爵、ジョン・スチュアートに辞職に追い込まれた。そのため、第二次内閣下野後、彼の派閥から、議会政治擁護、反国王の野党勢力ロッキンガム公爵派が形成されてゆく。1693年7月21日、初代ロートンのペラム男爵、トマス・ペラムとその妻、グレースの長男として生まれる。出生名は、トマス・ペラムだった。1711年7月に母方の王子にあたる初代ニューカッスル=アポン=タイン公爵ジョン・ホリスが死去し、その遺領を相続した際にペラム・ホリスの複合姓に改名した。ウェストミンスタースクールを経て1710年3月9日にケンブリッジ大学クレアカレッジへ進学した。卒業はしなかったものの古典学を少しかじっており、後年になって LL.D の学位を授与され、1737年7月には、ケンブリッジ大学総長補佐に、1748年12月には、総長に就任している。また、1719年に、王立音楽アカデミー社に出資した。1712年2月23日に、父からロートンのペラム男爵位を継承した。ホイッグ党所属の貴族院議員となる。1714年にアン女王が死去すると、ハノーバー朝への支持を表明。ジョージ一世の即位にあたり同年10月19日に、母方の祖父と同じく、コートン子爵とクレア伯爵に叙された。また、同時期にミドルセックス統監、ノッティンガムシャー統監、サセックス海軍次官など多くの名誉職に就任している。1715年ジャコバイト蜂起では、政府側に立ち、弟ヘンリーと共に部隊を召集したため、1715年8月11日には、叔父と同じニューカッスル=アポン=タイン公爵に叙された。ニューカッスル公爵と第7代リンカーン伯爵の肖像画、ゴドフリー・ネラーが1721年頃、二人ともキット=カットクラブの会員であり、手に持つグラスはクラブの会合に使うものとされる。異母姉エリザベスの夫第2代、タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドが1713年にドロシー・ウォルポールと再婚したため、ニューカッスル公爵とウォルポールが親しくなり、さらに1717年4月2日に、ニューカッスル公爵自身がヘンリエッタ・ゴドルフィン嬢と結婚した。これにより、マール・バラ女公爵の妹アンと結婚していた、政界の重鎮第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーとも親しくなった。ニューカッスル公爵自身の領地も25,000ポンドという莫大な時代収入が得られるものだったため、公爵の政界における影響力は無視できないものとなった。政界入り直後はタウンゼンド子爵の派閥に属したが、1717年のホイッグ党分裂期でサンダーランド伯爵の派閥に移り、同年に宮内長官と枢密顧問官に任命された。王太子ジョージ・オーガスタスの長男ジョージ・ウィリアムが1717年11月に洗礼を受けた時、国王ジョージ一世により名親に指名され、洗礼式の後に王太子に侮辱されるという事件が起こった。1718年4月30日、ガーター勲章を授与された。1724年4月に南部担当国務大臣、カートレット男爵が首相ロバート・ウォルポールによって解任された後、その後任として南部担当国務大臣に任じられ、同時に宮内長官を辞任した。この際に弟のヘンリー・ペラムも戦時大臣として入閣しており、以降ペラム兄弟はホイッグ党の中枢となっていく。1727年の解散総選挙では、ウォルポール首相の参謀として選挙戦を指揮した。政府の機密費を流用して、有権者を買収したり、官職を餌に選挙区有力者の取り込みを図るなどした。結果、与党は400議席以上の大議席を獲得した。しかしこうした買収や官職をちらつかせたやり口は、野党からは、腐敗と批判された。1735年頃のニューカッスル公爵1739年に勃発したジェンキンスの耳の戦争は、ウォルポールにとっては不本意な戦争であり、積極的に戦争指導する意思も薄かったので、ウォルポールの政治力は、この頃から急速に低下した。ニューカッスル公も、ウォルポールの方針に反対することが増えていった。1740年に、ウォルポールが第2代ハービー男爵ジョン・ハービーを王子少書に任命すると、ニューカッスル公爵は辞任をちらつかせたが、大法官の初代ハードウィック伯爵フィリップ・ヨークが辞任を破棄させた。1741年の解散総選挙では、与野党の議席差が20議席まで縮まったことで、ウォルポールの権威はさらに低下。1742年2月に至って、ウォルポール内閣は総辞職を余儀なくされた。後任の首相となった初代ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトンの内閣にも、南部担当国務大臣として留任したが、ニューカッスル公は閣内において、ウォルポール前首相を支持する、旧軍団の閣僚の代表格であったため、内閣の実質的な中枢だった反ウォルポール派のカートレット男爵とは相入れなかった。1743年にウィルミントン伯爵が病死すると弟ヘンリー・ペラムが首相となる。ニューカッスル公は引き続き南部担当国務大臣として残留し、弟の政権を支えた。オーストリア継承戦争をめぐって親ハノーファー政策を主張するカートレット男爵とそれに反対するペラム兄弟の対立が深刻化し、ペラム兄弟は1744年にグランヴィル伯爵更迭を求める上奏文を国王ジョージ2世に提出した。国王はグランヴィル伯爵の更迭を避けたがっていたが、ペラム兄弟の意志が固いと知ると、しぶしぶグランヴィル伯爵を辞職させた。1748年には、北部担当国務大臣に転じている。同年、アーヘンの和約が締結され、オーストリア継承戦争が終結した。ペラムは、戦時財政解除を目指して、海軍縮小、土地税率軽減、国際統一、国際利子率上昇などの改革を開始した。ニューカッスル公がその先頭に立ち、改革に反対する閣僚と衝突するようになり、1751年6月には最も鋭く対立したベッドフォード公爵を内閣から追い出すことに貢献した。ベッドフォード公爵が内閣を去った後にはペラム兄弟の権勢を脅かすものはなくなった。1749年10月26日、王立教会フェローに選出された。1754年3月に弟が死去。代わって組閣の大命を受けたのがニューカッスル公だった。しかし彼は貴族院議員であり、庶民院内にパートナーにするほど信頼できる有力者を見つけられなかったので、第一次ニューカッスル公爵内閣は発足当初より不安定だった。同年に行われた解散総選挙は与党の勝利に終わったものの、11月から召集された議会では庶民院内に大きな勢力を持つウィリアム・ピットや、ヘンリー・フォックスが政権内不満分子となって公然と政権批判を展開した。折しも北アメリカでフレンチ・インディアン戦争が勃発し、イギリスは対仏開戦したが、陸でも海でも敗北した。また、ヨーロッパ大陸の情勢も不穏になったため、同訓連合のハノーファー選定公領を守るべく、1755年夏から秋にかけて、ヘッセン・カッセル法伯領及びロシア帝国と条約を結んだが、その見返りとしてこの両国に多額の供与金を与えることになったため、この政策は批判された。ニューカッスル公爵は庶民院内の反対勢力を抑え込むべく、同年11月にフォックスを庶民院内総務に任じて懐柔するとともに、ピットを政府役職から更迭した。ニューカッスル公爵は外交革命によってヨーロッパでの戦争を防げると楽観視していた。しかし、フランスは1756年5月、トゥーロンに大軍を集結させ、地中海に浮かぶ英領ミノルカ島に上陸させた。イギリスは5月17日にフランスに対して宣戦布告した。しかし、ミノルカ島奪還に派遣されたジョン・ビング率いる艦隊は敗北し、ミノルカ島は6月28日に占領された。これに世論が激高し、ニューカッスル公爵とビングに対する批判が高まった。ビング提督は軍法会議にかけられて銃殺刑に処せられた。ニューカッスル公爵はビングに全責任を押し付け、彼を軍法会議にかけることで保身を図ったが、イギリス軍は北アメリカでも敗戦を重ねたため、批判熱は収まらなかった。内閣に見切りをつけたフォックスは、庶民院内総務を辞職。ニューカッスル公爵は、大ピットに協力を要請するも拒否され、総辞職は避けられなくなった。11月に内閣総辞職、代わって、第4代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュが首相に就任したが、事実上の指導者は大ピットだった。しかし、ニューカッスル公爵を排除して作られた、この政権は、与党内の支持を広げられず、1757年4月に国王から更迭された。デボンシャー公爵の後継をめぐっては、ニューカッスル公爵とフォックスの間で争いがあったが、ニューカッスル公爵は更迭された大ピットと手を組むことで、庶民院における基盤を確立し、フォックスとの競争にすり勝った。ヨーロッパと北米大陸で戦争を抱えた。イギリス国内政治に安定をもたらすためには、貴族院勢力を持つニューカッスル公爵と庶民院独立派にも影響力を持ち、英国民からの絶大な人気を集める大ピットが連合するしかなかった。1757年6月末にニューカッスル公爵は組閣の大命を受け、第二次ニューカッスル公爵内閣が成立する運びとなった。同内閣において、ニューカッスル公爵は、国王や議会から安定した支持を確保することで、軍事費を調達する役割を担い、7年戦争の戦争指導は国務大臣の大ピットが担っていた。7年戦争において、イギリスは軍事の天才と言われたプロイセン王国の大王、フリードリヒ2世と手を組んだ。ヨーロッパ大陸において、ハノーファを守りながら、オーストリアやロシア帝国と戦うのは、プロイセン陸軍に任せ、イギリスは海軍力を駆使して、北アメリカ大陸、西インド諸島、インド亜大陸などにおいて、フランス勢力と対峙した。ニューカッスル公爵と大ピットの二人は協力して7年戦争の遂行に全力を注ぎ、フランスの植民地の制圧に大きく貢献した。1758年には、破竹の勢いのプロイセンに、年間67万ポンドもの軍資金を送り、翌1759年にはイギリスが世界各地でフランスを打ち破って、この年は奇跡の年と呼ばれた。しかし、これをピークにプロイセンのヨーロッパ大陸での勢いは止まり、彼らの人気はカナダにおけるフランスの根拠地であるケベックを占領したこの年以降は次第に下降に転じていった。さらに、ジョージ2世が1760年に崩御、孫のジョージ3世が即位すると、その家庭教師役を務めていた第3代ビュート伯爵、ジョン・スチュアートが国務大臣に任じられ、発言力を増した。国王とビュート伯爵は7年戦争の早期講和を目指しており、完全勝利まで戦争続行を主張する大ピットと対立を深めた。1761年8月にフランスとスペインが同盟を締結すると、大ピットはスペインにも宣戦布告することを要求したが、国王とビュート伯爵はそれに反対した。ニューカッスル公爵も財政が持たないことと国民の厭戦気分が高まっていることを理由にスペインとの開戦には反対、孤立した大ピットは10月に辞職した。大ピットが閣内を去ると、ビュート伯爵の権勢はさらに増し、ニューカッスル公爵も閣内で孤立し始めた。スペインとは結局1762年1月に戦争になったが、ビュート伯爵はその戦費を捻出するために、ニューカッスル公爵のプロイセンへの供与金続行案に反対した。ニューカッスル公爵にビュート伯爵を押しとどめる力は、もはやなく、プロイセンへの供与金廃止が決定されるに及んで5月に辞職した。後任の首相には、ビュート伯爵が就任した。1762年末までに、ニューカッスル公に近い政治家は、ほとんどが、政府役職を更迭されている。国王の重臣によってニューカッスル公爵が下野させられたことは、ホイッグ党の議会政治家の間に議会政治の危機という意識を高めさせた。12月23日にはニューカッスル派の議員たちがニューカッスル公爵の甥の家に集まり、以降定期的な会合を行うことを取り決めた。ニューカッスル公爵自身はそうした会合に反対していたため、会合の議長にはニューカッスル派貴族院議員、ロッキンガム公爵が就任した。これがロッキンガムホイッグ党の始まりであった。1763年中にはニューカッスル派内におけるロッキンガム公爵の権威が増し、逆にニューカッスル公爵の権威は弱まった。さらに1764年にはニューカッスル公爵の盟友デボンシャー公爵とハードウィック伯爵が死去したため、ニューカッスル公爵の指導力はほぼ失われた。一方、議会政治を危機に陥れる形で首相となったビュート伯爵は批判にさらされたため、ビュート伯爵内閣と続くジョージ・グレンビル内閣は短期間で総辞職に追い込まれた。1765年7月には第一次ロッキンガム公爵内閣が発足する運びとなった。70歳を超えていたニューカッスル公爵は、要職ではない王子少佐として、同内閣に入閣している。ロッキンガム公爵内閣期においては1765年院司法の廃止を支持した。1768年初に卒中を起こした後、健康が悪化の一途をたどり、11月17日にリンカーンズ・イン・フィールズの自宅で死去した。ロートンの教区教会に埋葬された。8年後に妻が没すると、同じくロートンで埋葬された。妻との間で子供はなかった。特別継承権により、ニューカッスル=アンダー=ライン公爵位が、甥の第9代リンカーン伯爵ヘンリー・クリントン、スタンマーのペラム男爵位が従甥にあたるトマス・ペラムが継承したが、それ以外の爵位はすべて廃絶した。英国人名辞典によると、演説は、流暢だったが、散漫でもあった。政治家としては、権力の維持に終身だったものの、当時としては、誠実な人物であり、また清廉でもあった。敬虔で、地主としても優しかったとされる。ニューカッスル公爵を敵視したホレス・ウォルポールも、また、彼は、生まれつきの卑劣者ではないという評価だったが、英国人名辞典は、公爵は、学問がなく、常識についても無知であると酷評した。グレゴリオ歴の採用をめぐり第4代チェスターフィールド、伯爵フィリップ・スタンホープに一任したケープブレトン占領の知らせを聞いてようやくケープブレトンが島であることを知った、あるいはアナポリスロイヤルが戦略の用地であるという意見を表明したがそもそもその位置を知らなかったといったエピソードが伝えられる。ありがとうございます。